よし、あーちびるさん、バラありがとうございます。ありがとう。はい、待って、てててて、よし、ほい、バラより君は美しい、ありがとうございます。あおちゃんこんばんは。あ、はるみんこんばんは。はるみん眠いの今日、大丈夫？あおちゃんこんにちは。カタカナミッチーこんにちは、ありがとうございます。ほいほい、あ、さいさいさん、ほいほい、ありがとう、来てくれてこんばんは、こんにちは。やあ、りほちゃん、やあ、ありがとう、起きた、おはよう、ありがとうございます。こんにちは、お弁当さん、こんにちは、来てくれてありがとう。はい、お星様50カウントしてくれてる皆様、ありがとうございます。ただいま、こちら、郵便局、左手のバナーを見てください。東京都内の郵便局に君のポスターを貼りますというイベントに参加してます。もう後半戦ですね。9月11日までなので、イベントが。で、1日、合計90分で最大2回の、配信になってますので、配信時間限られてるのですが、ぜひお星様50カウントお願いします。この配信は40分間ですね。40分間です。花火が見たくて新ゲージを設定しております。はい、お弁当さん、アイスありがとうございます。ありがとう。てててて、てかき氷ありがとうございます。ありがとう。どこだ、とととと、と挨拶して、またありがとう、お弁当さん、また後で、ありがとう。こんにちは、大阪、わ、出たな、大阪遠征、あー、行ってら、気をつけて。もう大阪かな、ナウ、起きたな、おはよう、ナウ、ありがとう。なんか青いたん、もう今日眠くて、そう、眠眠です。もしかして台風がね、なんかさ、ちょっとなんか天気が荒れてるみたいなんですけど、大丈夫ですか？ヤッホー、あー、ラオさんさん、ヤッホー、おかえり、こんにちは、来てくれてありがとうございます。あとで来ます、ごめん、いえいえ、ありがとう、お弁当さん、ありがとうございます。ありがとう、アイスもありがとうございます。アイタン、こんばんは、ペコリ、あー、ゲンノイさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ユッピーさん、なんかいっぱい、あ、ぼかしちゃう、いつの間にか、ベロベロさん、ユッピーさん、音ない、音ない、音ない人はここに書こう、ここ、あ、ここが、ユッピーさん、ほい、ありがとう。今あいたんはね、いつも編集しているところにいるから、場所が違うの、ほい。ワイヤル、あー、ありがとう、ロンダクルー、ワイヤルで来てくれてありがとうございます。なお、大阪いいな、大阪、たこ焼き食べたい、たこ焼き。台風の影響なのか、すっごい暑い、嘘、なんで、どうですか、あおちゃん、ちょっと外見てないんだけど、お天気どうでしょう。あ、アクトさんいる、ありがとう、こんばんは。あー、サイサイサイ、あー、アクト、あおいたんがたこ焼き食べたいって言ったから、さいさいさんとりほちゃんが、あれ、しかもあおいたん、たこ焼きいなくない、あー、そんなあなたに、てれててれ、エビフリャー、ありがとう、さいさいさん、たこ焼きありがとう、どうぞ。そしてりほちゃん、ありがとう、ありがとう、エビフリャーあげるね。現在3位ですね。今3位まであれなんですが、1位を目指して頑張ります。あいたん、皆さんこんばんち、あー、ちびるさんこんばんち、来てくれてありがとうございます。やっぱり持ってる星全部投げた方がいいの？なんでそんな出し惜しみするの？ねえ、なんだこれ。あおさん、ありがとうございます。私はあおいです。たこ焼き食べたい？銀だこ食べたら？違うじゃん、だって銀だこは、大阪は銀だこじゃないでしょ。タコさんね、ごめん、エビフリア、あるよ、エビフリア以外にもあるよ、おにぎりとか、ほら、ほらほらほら。いや、こんばんちゃ、あー、ケンビー、こんばんちゃ、あー、たこ焼きありがとう、はい、おにぎり、はい、エビフリア、ありがとう。こちら、あーたん、源内さん、ありがとうございます、カウントありがとう。一生お届け頑張ってね、ファイティン、ありがとう、ナオさん、また来てね、ありがとう。こんばんは、あ、ヤマトさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます、ありがとう。ちぃ、しょうがねえな、ありがとう、優しい、ありがとう。
あおいちゃんね、今日ね武器を手に入れたの見て。ででででで、これ使っていいのかな、あんまよく知らないけど、あったから持ってきた。イエーイチャンバラごっこ。たたたエビフリャー名古屋、あれ刺さんの名古屋ってさ、名古屋ってなんかエビフライにさ、なんか味噌誰味噌ソースなんかかける、もしかして。20時頃から3時間配信するらしい。そして10時過ぎたらおいたの配信か。疲れたし眠いの。あーごめんね、ねごめんって、日付変わったらおいちゃんとこ来てね。こんばんは、あジロさんこんばんは、ありがとう、来てくれてよかった、お帰りなさい。配信中でございます。あいた、あダックさん来てくれてありがとう。今編集の合間にやっております。今ですね、あおいたんはね、あまず初めましての方来てくれてありがとうございます。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル、みんなで作る笑顔のはあおいたんことナンバーあおいです。よろしくお願いします。ぜひ右上のハートを白い方はピンク色にしてってください。そしてですね、ラックユーアイドル編集部というのはこちら、ラックユーアイドルパスという、クーポン付きのアイドル情報誌を編集してるんですけども、今ボリューム12まで出てて、次がボリューム13なんですけど、それの編集ですね。今はそれの編集 now。 にゃ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 、刀来たー、ここくらい、いざ出陣。サスケの刀、誰サスケって誰、あーサイサイさんありがとう、風呂敷ありがとうございます。ちょっとどうしようかな、なんか、あ、じゃ、あのアイドルパスに乗せて、ありがとう風呂敷ありがとう。たたたたたたた、かわいいかわいい、あ、ガンダム来てくれてありがとう。よかったら50カウントお願いします。八丁味噌、八丁味噌をかけるのエビフリアに、銃刀法違反です。おっと、ラキーン、あ、手が言うことを聞かない、楽しい。ここだ、味噌はかけない派です。あ、本当ですか。なんか聞いたチラッと、50ターン、あ、ありがとうりょうちゃん、カウントありがとうございます。だだだだ、エビフライに味噌つけてるの、味噌カツは食べたことあるけど、いやなんかうちのマネージャーさんが名古屋出身なんですけど、なんかそのかけるみたいな話は聞いたことある。ただまあかけるかけない多分人に分かれるけど、いつの間にアイドルから侍にジョブチェンジしたの。ちょっとなんか侍になんなきゃ、侍かっこよくない？ほら。アイドルパスにお世話になってます。ありがとうございます。ありがとう。そう、ぜひね、なんだ、1冊1000円で2万円相当のクーポンがついてます。もちろん、こうやって、ほら、私、ナンバーオイのページもあって、クーポンがあります。ソロ写メ撮影券とソロチェキ券、サインなし。これは西日本版。あおいたんはボリュームいくつまで編集する予定、ちょっとやめてもらっていいですの、やめて、あおいたんが終わるときはラックが終わるときだ。イエーイ侍みたい、かっこいい。侍なぁ、西へ東へアイドルパス。あおいたんイベント配信中、カウントとお星様お願いします。ありがとう源内さん、ぜひよろしくお願いします。あ、2位に上がった、ありがとうございます。頑張って上を目指しましょう。持ってる星は全部投げた、あとは知らない。ありがとう、優しいのなくれ、ありがとね。おでんに味噌つけて食べたのは見た。え、おいたんつけるよ。なんかさ、セブンイレブンのおでん食べたことある人います？セブンイレブンはなんかあるでね、いろいろ、なんか普通のなんかからしとなんか味噌とあと柚子胡椒みたいなといろいろつけるのがあって、おいたんよく味噌つける。あおいたんこんばんは、あ、わたるんるん来てくれてありがとう。こんばんは、お疲れ様。今日用事ある予定、24時出勤にしたけど行ってないから夜ちょっと投げる。おー、よかったよかった、ありがとね。ちょっとあおいたんね、そう、この
あのイベント後半になって本当残り3日4日でちょっとあんまり配信できなくなりそうで、ちょっとバタバタしてて、だから今こう配信できる時にぜひお星様50カウントお願いします。星投げるでござる、ありがとうでござる。ジロタン、定期アイタンルーム初見さんとピンク色ルームフォローしてね、ありがとうございます。あと、ツイッターもやってるので、ツイッターナンバー青いで検索してください。アットマーク青いアンダーバーナンバーナンバーこんばんは、あっちゃんさん、ありがとう。いつもリプありがとう。お帰りなさい。サムライ、お団子屋さんの看板娘でキラレ役じゃなかった。そうだ、そうだ。じゃあ、看板、お団子屋さんの看板娘やりたかったの。だったらサムライよりお姫様の方が似合って、嘘。いらっしゃい。なんか、あれだね。なんか、あおいたん、そういうかっこいいのやってみたい、一回。なんか、そういう役役とかでこういう戦うやつやりたい。あおいたんこんばんは。あ、やっさんこんばんは。おかえりなさい、やっさん。コンビニのおでんほぼ食べて、嘘。いや、コンビニはオアシスですよ。オアシス。じゃ、なんか高校生の時に部活終わって冬になったら必ずおでんを食べるっていう風習があったの。この前すずちゃんに会ってきた。あおいたんに会いたいの。あれ、おかしいな、リンリンね。ちょっと50ありがとう、ガンダンマルありがとうございます。星投げようとしたら1個もなかった。じゃあ50カウントだけでもぜひお願いします。あ、まっちゃんいる、ありがとう。とっとと、あ、カジブーもいる。さっきサルを見たんだよな。間違えてナンバー行きそうになった。大阪でね。イエーイ、ナンバーに引き寄せられて。おでんに味噌つけたら素材の味が台無しじゃね。いや、そうなんだけども、なんか味違うじゃん。だってちくわぶだよね。なんか白いやつとかは味噌とかつけたら美味しいよね。名古屋につけて味噌かけて味噌っていうお味噌のチューブ型がある。そうなの。ダジャレだね。お味噌美味しいよ。なんかなんだっけ、大阪の餃子の王将に行った時になんか味噌だれみたいなあったよ、置いてあった。あー、こんばんは、ありがとう。まっちゃんこんばんは、お疲れ様です。セミでごめんね。いいよ、セミミありがとう。ダックさんミーミー、そういえば最近セミ鳴いてんの聞いてないかもしれない。おいたん、ごじゃあおいたん完了です。ありがとう、ありがとうね、やさん。あおいたんがだったからカウントしたんだからね。ありがとう、すごい積んでる、ありがとうございます。ぜひ初めての方も、さっきね、そう、誰だっけな、なんか誰かに50カウントってどうやってやるのって言われたんですけど、50カウントっていうのは数字1から50を1個ずつ打つと、このコメント欄には反映されずに50ポイントになるんですよ。で、だ、数字を1打って送信、2打って送信っていうのを50まで繰り返すと大丈夫。あおいたんに会えるタイミングが難しいけど頑張って会いに行くね。ありがとう、なんだくれ、ありがとうございます。ちなみにあおいたんはですね、次回いるのは、まず9月の10日、ラックユーアイドルフェスイン新宿レーニーですね。で、その次の日、9月の11日このショールームイベの最終日なんですけど、浜松町駅北口文化放送サテライトプラス広場にて、ペーパーアイドルというラジオの公開収録とライブがあります。観覧無料です。なので、まあこちら特に初見さんおすすめです。夜19時からスタートですね。で、公開収録とライブが終わったらこれ無料名刺配布会もあるので、そう、お話ができます。そしたら9月10、11で、はい、9月の14日は、あおいたんが埼玉県幸手市の桜親善大使というのを務めているんですけど、9月14日午前中に交通安全パレードっていうのがあって、そこで、司会をしたり、なんかパレードに参列したりとかします。はい、そんな感じです。よいしょ。ちくわぶは関西では人気のネタで、嘘、関西では何がに、あおいたん、おでんの好きな味は、もち巾着、ちくわぶ、大根、卵ぐらい。ほら、セミじゃなくてスズムシが鳴いてるんだよ。そう、なんかセミ鳴いてるけど、スズムシが鳴いてるの聞いてないけど別に。あ、夢ママンだ、ありがとう、来てくれて。なんかな、
4647ありがとうありがとう。半角のなんかさ、なんだっけ、たまに全角でやってる人いるけどさ、全角はさアウト？いや半角じゃないとダメなの、反映されるの？50カウントのボタンを押します。まあ、なんかパソコンの人は簡単にできるらしいんですが、アウトはパソコンでショールームやったことないし見たことないから、そう、50カウントしないと切られるでござる。50カウントしないと切っちゃうぞ絶対弱いやつなんだっけ、切腹あーぴよ。だから50カウントずつ目指せ郵便局で締めてありがとうございます。1位になるとね、その東京都内の郵便局10カ所にポスターを貼ってもらえて、で残りのポスターを50枚獲得できて10枚貼る、じゃあ40枚余ってその残りのポスターは自分でもらえるので、そのうちの10枚はもし1位になったら貢献ランキング上位10名の方にサイン入りでポスターをプレゼントしたいなと思っております。そうポスターなかなかないよ人生で。50カウントって全角でも関数字もコメントに反映されないって知ってた？全角でも反映されないよね。でも関数字は初めて知った。そうなの？今日は14の告知したから、ワークが言って忘れてたからね、ごめんて。タカッチは、あー、タカッチさん、あれ？タカッチさんって？初めましてのタカッチさんかな、違う人？ありがとう、来てくれて。ラックアイドル編集部、葵たんこと、ナンバー葵です。よろしくお願いします。ありがとう、タカッチさん。関西ではちくわぶより白滝。白滝はたまに食べたい。遅刻いけど、おかえり遅刻だ切るぞ。50、刀剣女子、ハンペンタ。ありがとう、ラジタン。ラジタンは何、ハンペンが好きなの？アイタンがハンペンみたいなもんじゃんね。こんばんは、アイタン。死んでやべありがとう、やけど。ありがとう、こんばんは。以前は全角は反映された気がする。そうなんや。最近ショールームいろいろレベルアップしてるからわからんの。アイタンかっこいいな、嘘。そう、こうやって。誰か、なんか IT ないかな、これさ。ここね、レッスン室なんだけど、アイタンも本当に一人しかいない。よし。だから、カウント早すぎるとしばらく待ってのまで、そう、よくはしばらくお待ちくださいって表示が出る。50カウントしないけど50個目する、ありがとう。そうカウントしなくてもね、葵たん可愛いよとか、葵たん美しいとか、葵たんラブってコメント50個すると50ポイントに入るので、それでもいいですよ。サローさん、タヌポンポンありがとう。タヌポンポンが七変化してテレテテデー、ダメだ、ありがとう、ごめん、なぜかクマありがとう、タヌポンポンありがとう、サルオよこな、フロワタありがとう、リホちゃんありがとうね。2位だと1枚もない。そうなんですよ、2位だと有名なカメラマンさんにお写真を撮ってもらえる、そうとか、あと3位とかもそのなんかフリーペーパーみたいなやつに載せてもらえるとかあるけど、ポスターは1の人だけなの。おこぶし、かかしさん、おこぶし、おかえりなさい。切腹？切腹にしとこう。ちゅ。50、切られないで済みそう。ありがとう。ジルタン、棒、うん？あ、関数字してる、もしかして。かわいい、キャノン。ありがとう。ありがとうね。今日は一緒です。あー、まつみさん、ありがとう。来てくれて、ありがとうございます。みんなお忙しい中来てくれてありがとうございます。1111、ありがとう。愛してるよ。ありがとう。葵無双、ありがとう。無双ってどういう意味なのかな？無双って？葵タン。おでんの具で一番好きなのは厚揚げ。厚揚げか。なんかあんまね、おでん、厚揚げが入ってるおでんに巡り合ったことないよ。本当に葵タンは、なんかおでんは、本当に自分が固定の好きなものしか食べないから、本当にそう、大根、卵、餅巾着、ちくわぶばっかり食べる。ごじゃおいたん、ゆめちゃん。ありがとう、ゆめちゃん。ありがとね。太郎さんがタヌポンポンでしょ。笑ってる。切られる！いざ出陣！侍な！ごじゃ終わってない。あれ、終わってない。あれ、学校の先生。ありがとう、カウント。あいちゃん、かわいい。あれ、ありがとう、ぼかしちょう。ありがとうございます。
ぜひイベント終わるまで応援お願いします。葵たんありがとう。ラーリーキャドン、ほっぺたゴム人間で締めた。んなんか何か知ってる設定。なんかさ、なんでこんなすごいよね葵たん。葵たんラブ。どうしたのご苦労。どうしたありがとう。ご中間両番ゆきょまんありがとう。ゆきょまん葵たん美人ありがとうございます。切腹まんじゅう知ってる。名前は聞いたことあるけどどういうものかは知らない。ごじゅくまありがとう。ありがとうねワゴン。どうやったら葵たんに会えるタイミングをつかめるのだろうか。探して愛があれば何でもできる。じゃあ葵たん面白いね。ああそういうことね。に葵たんぶっ飛んでるねってカウントすればいい。褒めてる。いいよ別にそれでも。葵たんラブありがとう。ありがとう葵たんセクシーありがとう。葵たん待って学校先生葵たんラブかける50しようとしてんのこら。いやいいけどいいけど。葵ちゃんかわいい。あバカしそう。ありがとう。アイタンイズラブ。ありがたいけど。キャーチューしてくれた。してません。してません。なんか今、なんかあれだよ。なんかあれ、なんかちょっと、あれだよ。タンキュー。あー、タカタン、おかえり。おかえり、こんばんは。アイタンのほっぺたをおでんにしたい。ピヨーン。だからコンビニのおでんにちゃんと厚揚げ入ってるけど、嘘。全然目に入る。あとたまにそうセブンイレブンのおでんにだし巻き卵があるんですよ。それ好きだよ結構。葵たん葵たんラブしばらくしてから送信してってすぐ出るよ。多分気持ちこもってないと送信お主何やつ切ってやる。そうちゃんと愛を込めて大根卵ちくわぶ餅巾着うんは絶対に食べる。気持ちこもってないんだな。納得。こもって込めてよ。全部好きや。ありがとう。好きや好きやな牛丼。葵たんまた会いたいだ。源内さんまた会いましょうね。この配信はあと17分で終わりになります。インスタフォローして。あありがとうございます高知さん。ありがとう。インスタね、そうインスタグラムは今は割とストーリーは毎日あげてるけど投稿はたまに、そう投稿インスタグラムは投稿したらあのコメントくれたら返信をしてるんですよいつも。そうストーリーはしてないけど普通の投稿はしてる。あーたこ焼き飛んできた。ありがとう。ちょっと待って。まっちゃんありがとう。たこ焼き、たこ焼きじゃなくてエビフリャー。ありがとう。ありがとうまっちゃんエビフリャー。皆さん星様ありがとうございます。ありがとう。かわいい洋服おっさんイズラブ。おなんかちょっと違うくない。アイタンスチーありがとう。アイタン仕事になると生きていけない。んどういうこと。あアイタン、アイタンを主にして無双世の中に肩を並べるものがないほど優れている人物物事などのこと。おお葵たんの横に並んでみろ。そういうこと。泣くは泣かないで。3葵たんぼっち、4葵たん眉毛にし。やめてやめてやめて。ぼっちは間違いない。おはようございます。あ一休さんおはようございます。来てくれてありがとうございます。ただいまショールームイベに参加しているのよかったらご助感だけでもお願いします。ありがとう。あ赤本先生いる。ありがとうございます。待ってるね。待っててください。まあね、いつもラクアイドルパスの西日本版発売の時はねよく名古屋に行ったりするので待っててね。葵たんラブ、葵たんラブ、葵たんラブ。んもうやめよう。なんでよ。やめないね。葵たんラブありがとう。ありがとう。いけどんこちらこんばんは。あーごめんこじさんありがとう。こんばんはありがとう。じゃあ切ってあげるね。スポッ。並んでいいのか。おいでおいで。ここってことは葵たんの舞台見に行ってもいいんですか。逆に来てくれないんですか。あそうだそう、それも言わなきゃ。ちょっとボードが今ないんですけど、10月の末にですねパステルカラットさんプロデュースの舞台に出演することになりました。イエーイ。ですね、スターマーマレードっていう題名なんですけども、まあ、まだどんな役かちょっとわからないんですけど、久しぶりに1年ちょっとぶりに舞台なので下北沢激地カリバティであります。チームが2チームあって、葵たんは幻って書いて夢って読むチームにいるんです。夢チーム。そうなので、そのう
ち9月20日からネット予約の方も始まるので、そうぜひ10月後半開けておいてください。お願いします。たたたたたたた、そういや3年くらいお世話になった会社がと、へえ、あらまあ、2週と50カウント完了しました。山田さんありがとうございます。たたたたた、あれどこいった、たたたたたたた、負債総額6、へえ、何したのそんな、青いラブありがとう、青ラブありがとう、なんか青春みたい、青ラブ、あいたラブか、ありがとうラブ、なんかすごいありがとう、なんか、アラブこら、あらアラブ、アラブの青いたニラ切られたニラ、物をもっと振り回す癖あるよね、あーあるかも、あれなんかね、動かないと落ち着けないたちなんだ青いたん多分、あーやせにょんクラッカーありがとう、クラッカー、クラッカーの、じゃあ代わりにいきます、せーの、最初はグー、じゃんけんぽいパーでした、ありがとう安いにゃん。はい、行く、待ってるよ、あ、終わり、もう50した、舞台パチ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 、ありがとうございます、舞台なの、そろそろ俺の顔も忘れてきた頃でしょ、会いに行ったまでなチャンスだ、じゃあちょっと忘れてるから、あのちょっとなんか100回ぐらい通ってもらって、切られた、なんでじゃあ、喜んでる、喜んでるよね、すごいな、ちょっとかっこいい、さ、貴様何やつ、でもさ待って、女の子って別に何やつとか言わないよね、なんかこの城を守るのは私だ、よし、赤羽先生簡単ありがとう、舞台行くわ、待っとるよ、投げ切ったら頑張ってね、今日も可愛いよ、ありがとう一休さん、ありがとう、また来てね、あ、カレーパン食べに行くんだ、そうなんですよ、あの下北沢激地下リバティの向かい側の、向かい側にカレー屋さんがあるんですけど、外でテイクアウトのカレーパンを売ってるんだけど、それがすごい美味しいので、なんか半熟卵が入ったカレーパンが多いたのは一番好きです。9月は早まるなの舞台で、10月青いたの舞台か、な、おお、ありがとう、早まる、あーやさん、お星様完了、ありがとう源内さん、ありがとうございます、パーパー、あすごい、じゃんけんしてくれてるみんな、パーパー、あいこだったんじゃないじゃん、あいたんラブ、あひろさん来てくれてありがとう、こんばんは、ありがとうございます、よかったらご時間としてってね、ちょちょっと、こちら完了しました、ブルブルさんありがとうございます、毎日ありがとうね、この後このテンションで編集する、もうどんな顔で編集戻っていいか分かんない、だってみんなこうやってもこうやってる、もう行こう、もうこうやって入ろうかな、そう、なんだっけ、なんかないそういうセリフ、こうなんかさ、あの敵陣にさ入る時のやつない、なんかないかな、なんか物どもーかかれーみたいな、で戻ろうかな、編集絶対ダメ、サザエさんみたいに告知の後じゃんけんやったらいいね、来週のサザエさんは、来週のアオイタンは、普通に姫が何やつって言ってる気がするけど、本当に何やつってか、持ち方これだってんのかな、これなんかこんな何やつあれでも、あとあれ悲しいやつはあれじゃない、なんかもう私が悪いです、さようならよしああ安いにありがとう、流れ星ありがとう、ほい流れ星、キラキラ光る青いたん、ありがとうございます、あった、カレーパン、そうカレーパンが美味しいんですよ、そこぜひ食べてほしい、はるこラブありがとう、ママさんラブ、おおありがとうありがとう、ママさん、ここだ、復活、あお弁当さんおかえり、ありがとうお弁当さん、ありがとう、出会え出会え出会えかな、出会え、ものども、ものども言うの好きだな、たたたたたたた、アニアンラブ、ニーアンね、敵はいやいや、そうやりたい、たたたた、ガチャ、敵は編集部であり、編集部、うん、敵はアドサプライズにあり、千に、あーありがとう、1049名の皆様来てくれてありがとうございます、ラックユーアイドル編集部、葵たんこと南波葵です、よろしくお願いします、ありがとう、ただいまイベント中です、この配信はあと9分で終わりとなります、ただそれはみ、ね、おっとあったね、あった
舞台に向けて小芝居が多めの歯じゃない、今日は侍設定、侍ライター。でも髪の毛縛ってくればよかった、これで。ご自愛た、今日も可愛いな、ありがとう、ひなさん。ありがとうね、いつも。舞台での葵たんの役が気になる。そうなんですよ。葵たん、なんか今までやった役が、なんか、なんかすごい、にらみつけたり、蹴ったりするか、ちょっと、まあ、なんか一途に男の子を思ってる幽霊っていう、そう、そう、なんかそういう、ちょっとなんかね、ちょっと違うなんか役ばっかなんですよね。そこは肋骨があるから刺さらんだろ、腹か喉じゃねえ、だなっちゃう、なんか喉に刺さる、意外と長い、ここのリーチが長い。現在ニューヨーク、お風呂からセクシーだね。ああ、イムくん、ああ、来てくれてありがとう、こんばんは。もういないな、もういない、もういないのね、敵は社長室で、ほんと怖い、ほんと怖い、ちょ社長通ったらどう、怖い、ほんと怖い、敵は、社長室で、ダメ、絶対ダメ。お疲れ様、いけな、ありがとう。やってみ、配信中だと言ってやって。もう、クビだーって、もう、春子を出せ、連れて行くのだ。春子はいないの、今日、ちょっとお家。お主、ただものでは、ああ、よくあるね、よくあるね。あと歩いてて、お主、ただものではないな。そうです、私が置いたんです。ゆうこ、イエス、ゆうこ、浴衣じゃないから、かわいさんも、こら、のりおさん、おかえりなさい、来てくれてありがとう。もうちょっと仕事してくれ、頑張ってよ、お仕事、ありがとね。生きてる人の役だといいね、そう、生きてる人間の役だといいなって思ってます。あ、ひとしさん、ありがとう、おはさんもありがとうございます。はぁ、ひとしさん、はぁ、たぶん23時40分起きてると思います。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと、そう、次の配信。よいしょ。次の配信は23時40から12時半。です。あとで明日の大抵も出します。どこだ、蹴られたし、取り憑かれたし、次は何かな、何かな、次は。幽霊でもいいから、一途に愛してほしいわ。あれ、切ない、切ないよ。もう刀が持てない。刀ができない。どこだ、また後でね、ありがとう、弁当さん、また後でね、ありがとう。晴らせね、恨み、晴らせます。必殺、必殺、なんか、かっこいい。あ、必殺仕事人とかあったよね。りっちゃんのあずみ見に行ったこと、うわっ、それさ、かっこいいよね。そう、なんかダイジェストみたいなやつを見たことがある。刀おそらくおもちゃだよね。まあね、おもちゃですとも。耳動かないから可愛さちょっと少ない。ちょっと待ってよ、ダメ、今青いたんは侍なの。あと1時間で寝る、早くない、早いよね。とりあえず野花にきびだんごあげて綺麗にしてきた。青太郎さん、青太郎さん、おこしりつけた刀。だからキャーではまたねーけど、またねー、ありがとう、ありがとね。青さん、カウントありがとうございます。パリソージちゃん、カウントありがとうございます、ありがとう。タカタン、カウントありがとう。5000カウント、あ、5万だった、5万カウント終了、拙者消えるでござる。ドロンドロン、これだっけ、ドロン、ありがとうございます。忍者じゃん、それ。お疲れ様でした。早いよ。けど、またねー。ありがとう。ぶっ飛びーぴょん。ちょっとないんですよ、ぶっ飛びが。ぶっ飛びーぴょんがないの、ここ。23時4時に会おうね。ありがとう。待ってるねー。ありがとう。ほい。この配信はあと5分だ。あと5分でーす。はじめましての方、来てくれてありがとうございます。ぜひ、郵便局に君のポスターを貼りますというイベントに参加してるので、よかったら数字1から50、1個ずつ打って、50カウントお願いします。ちょっと、手に書こう。トトトトトー。よし。ニコちゃーん。ピッ。どこだ、23時40とか絶対寝てる、おやすみ。あー、じゃあまた起きてる時に会ってね。ヤッホー、ジェディーマスター、ヨダさん、怖い、なんだ、誰だ、ありがとうございます。ありがとう、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ジェディーさん、ありがとうございます。ラックユーアイドル編集部、葵たんことナンバー葵です、よろしくお願いします。ペコリンチョ、
ぜひ右上のハートピンクにしてってください。たたたたた、たまにおもちゃの刀でも怪しまれる場合もあるので注意。嘘、これ外出れない。たたたた、次はおでんの役で噛んでか。あれー、あれりほちゃん、あ、ね、ま、りほちゃん、ちょっとあれ待って、りほちゃん、あれりほちゃん、あー、ありがとう、あー、りほちゃん、ありがとう、りほちゃんがくまさん、あれありがとう、ありがとう、くまさんいっぱいありがとう、ペコリンチョ、ペコリンチョ、ありがとう、くまさんいっぱいありがとう、りほちゃんありがとう、あー、ありがとう、んーと、ありゃー、りほちゃん、お疲れホイホイ、ありがとうホイホイ、サイサイさん、また後で来てね。次はおでんの役で、おでんの役で噛んでからビヨンって伸ばせ、見せ場です。私、私50、キョウタン、タカタン、ありがとう、ありがとうね、カントン、その指洗うとき切なくなるやつだぞ、ニコちゃん、あっちゃんさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ハートは今はちょっと、じゃハートがいないので、キキララです。ありがとう、思い出はチキニアイドル、チラッ、ありがとうございます、あっちゃんさん。どどどどど、次見れないから投げときます。あ、ありがとうございます、ありがとう、そっか見れないのか、ずっとショールームばっかりだから生おいたんに会いたいんですけど、生おいたんはいつでもいるよ、会いに来てね。トトトトト、あれ花火はもうちょっと、花火はあと8000です。花火、んーと、トトトトトトト、あれあれ、あった、熊田正史や、誰、なんで、なんか名前聞いたことあるな、熊田正史さん。いっぱいありがとう、あっちゃんさん、ハートいっぱいありがとうございます、ありがとう、ありがとう、さまひよ。どこだ、おでん様、おでん、なんかさ、おでんくんってアニメあったよね、あおいたん好きだったよ。とっとと、またね、ありがとう、なう、ありがとう、時間教えてくれて、あおいたん、こんばんは、セミコース、ひろきさん、ありがとうございます、ありがとう。じゃあ花火見れないパターンだな、花火はね、悲しいですが、またそうね、あれですね、またあれかな、よいしょ。37分、38分になったら閉めよう。ありがとう、あちゃん、ありがとうね、ハート、ありがとうございます。先に、次の配信の告知をすると、次の配信は23時40分から12時半となっております。そしたら、もう一回お休みっていう時間になります。で、土曜日は土曜日で、多分夕方以降で2枠、日付変わってとかなるので、そう、明日は結構ちょっと、あの、夜の方に配信が集まると思います。よし、ハート500受け取って、ありがとう、あっちゃん、思い出はチキニアイドル、カタラン、ありがとうございます。やだ、あなたもやだけど、はい、ということで、コメント流れちゃった方はもしいたらごめんなさい。5位安いにゃん、ありがとう。4位サイサイさん、ありがとう。3位ケンピー、ありがとう。2位リホちゃん、ありがとう。1位お弁当さん、ありがとうございます、ありがとう。他にもお星様や50カウントしてくれた皆様、ありがとうございます。ぜひ、右上のハートが白い方はこの後も配信しますので、ピンク色にお願いいたします。1322名の皆様、ありがとうございました。ぜひ、ツイッターと、あとインスタグラムもやってるので、そちらの方も見てください。そうだよね、1位リホちゃんだよね、ありがとう、リホちゃん、ありがとう。それでは以上、ラックユーアイドル編集部、あおいたんこと南波あおいでした。じゃんけんぽいそれでは23時40分にお待ちしてます。またねー。